みんなお題見た？見た。見たよ。あ、うん。ウルフは別の建物とかかな。じゃあ行くよ。みんなはそれ好き？うん、好き。うちも。ヒカルは？あんま考えたことないかな。そもそもちゃんと見たことないっていうか。え？え？え、見たことないの？あ、いや、まじまじと見たことはないっていうか。え、じゃあ色は？茶色？え？茶色ってやばない？絶対腐ってんじゃん。普通赤とか青じゃんね。あ、いや、うん、そういうカラフルなパターンも一応ね。え、ちなピカルン、場所は？京都？青森とかっしょ。わかる。絶対青森だよね。あ、青森にもあるんだ、その建物。建物？もう絶対俺じゃん。はい、確定。いや、全然抵抗できなかったんだけど。みんな何？リンゴ。リンゴ？え、リンゴ？リンゴ。ヒカルは？平等院鳳凰堂。あーね。あーねじゃなくて。ピカルン動揺しすぎでバレバレだし。動揺もするだろ。共通点ゼロだぞ。まあまあ、ヒカル、落ち着けって。悔しいのはわかるけどさ。いや、これどう考えてもお題が悪いだろ。ジャンルは揃えるよ、せめて。あ、じゃあもう一回やる？やる。絶対やる。みんなお題確認した？した。オッケー。うん、うん。これってすごく美味しいよね。いや、もう俺じゃん。なんかいろんな種類があるのがいいよね。それな。これまた俺以外食べ物じゃん。俺アプリにいじめられてる？ヒカルはどんなのが好き？あー、とりあえずごまかすか。美味しくて種類があるやつ。ケーキとかアイスだろ、多分。イチゴとか。え？はい、もう俺でいいよ。いや、さすがにイチゴはないだろ。想像したらキモすぎた。わかった、わかったから。お題何？え、おにぎりだよ。いや、だからさっきからお題おかしいって。ピカルン弱。いや、俺根田永年私財法なんだって。ジャンルかすってもないし。え、どっちも農業関連やん。いや、そうだけど。え、これ俺のプレミなの？へえ、もう一回やる？やる。みんなお題見た？見た。あ、じゃあ今回は質問ヒカルからで。挽回？は？もういいって。何挽回って？名誉。いや、もういいって。お題何？味噌汁。なんでさっきからひらがなとえぐい感じなの？絶対無理だって。じゃあそろそろ終わろっか。ごめん、あと一回だけやらせて。へえ。あー、やっと来た。多分これマジョリティだ。これでやっと勝負できる。アインシュタインが提唱したやつだよね。そういうパターンね。あ、やば、そろそろ行かなきゃじゃん。それな。どうしたの？いや、うちら今年さ、エトにギリ猫が滑り込めた世界線で年越そうと思ってて。そんな世界線あるの？へえ、じゃあそっち猫年なんだ。ヤサル年。じゃあなんで行くんだよ、意味ないじゃん。二人も一緒に行く？え、ヒカルどうする？いや、いいかな、普通にテレビ見たいし。へえ。オッケー、じゃあ今年は。よたしよう。ああ、うん、なんて。今年もお世話になりました、良いお年を。だって翻訳助かる。え、ヒカル、俺たちもどっか行こうぜ。ああ、年越しラーメンでも食うか。ウェーイ。来年もよろしくお願いします。